リ・ステージは、ポニーキャニオンと角川による女子中学生アイドルを描いたメディアミックス作品。通称はリステ。キャラクターデザインに泉つばすを迎え、月刊コンプティークにて2015年8月号より原作小説が連載開始された。同年12月号では、キラリのキャストを発表、2016年3月には、ファーストシングル、スターティンマイリ。 ステージを発売2017年6月25日にはファーストライブが行われ2017年8月からはスマホゲームリステージプリズムステップが配信されている2018年7月1日のセカンドライブにてアニメ化が発表2019年7月に放送を開始したストーリーは一度はアイドルの夢を諦めかけていた 中学生6人が再び立ち上がりアイドルユニットキラリを結成し、中学生アイドル部活の全国大会であるプリズムステージでの優勝を目指すというものである。抜群の歌と踊りのセンスを持つ四季宮舞祭は、とある事情で私立基保子学園本校芸能科から同学園高尾校普通科へ転校してきた中学1年生。東高初日生徒会副会長である。 長谷川実るに先導され、学内と部活動を見て回る。運動部の活動の様子を紹介した後、文化部の部室棟へ連れて行き、一通り案内が終わると実はその場を去っていった。毎歳イイは一人で文化部の部室棟の奥へと進み、やがて行き止まりに着く。そこには、歌い舞踊部と書かれた張り紙が貼ってあり、振り返って部室を覗くと、部長の一気しまずいように出会う。 随陽は、マイナに対し、入部届であることを隠しながら署名させようとしたところ、部室に来た月坂左右が止めに入る。物語の当初、部員は、随陽と社優の二人しかおらず、活動実績がないことを理由に、生徒会からこのままだと廃部になると通告されていた。毎イ,イは、随陽が提案した部活動の体験を受け、社優と共に歌い踊ったことで、 かつての夢が目覚め、入部を決意する。しかし、身から部を存続させるためには、部員が5人いてかつ、何らかの実績がなければならないと言われる。こうして3人は、歌い舞踊部の配部を免れようと、部員を集めるとともにプリズムステージに出場して、優勝するという実績を作るべく、部活動を始めるのであった。大元の小説をもとに、 各メディア版での登場や扱いがある場合は平記する。私立紀保子学園高岡を中東部普通科の舞台舞踊部のメンバーで結成されたアイドルグループ。2015年11月10日発売のコンプティーク2015年12月号でキャスト発表された。物語開始時は部員は二人で実績もなかったため配部が決まっていたが、それを阻止するための実績作りとして、 プリズムステージでの優勝を目指す。原作小説及びゲーム中、実際の CD 発売時も一貫して、キラリと表記されている。グループ名はファンによる公募で、コンプティーク市上のアンケートに寄り付けられたもの。なお、劇中では、当初、随王が、梅こぶ茶のみたいという歌唱で名付けていたが、長時間の競技の末、誰かの案で、いつの間にか、キラリと決まったことになっている。 設定上では、ミーの案により、キラリと決まったことになっており、アニメではその様子が描写された。鈴村女子中学アイドル部代表のアイドルグループ、2016年8月10日のニコニコ生放送で、キャスト発表された。プリズムステージ、東京予選の準決勝でキラリと対決する。二人の年齢差から日花が一年生の時は、活動できなかったこともあり、学校では、 アイドル活動をほとんどしておらず、主に家庭科部で活動している。後に、キラリの手助けをするなどよきライバルとなる。原作小説およびゲーム中、実際の CD 発売時には、カタカナでオルタンシアと表記されている。名前の由来はフランス語でアジサイであり、二人の名前もそれを分割したものになっている。ゲームでは、井の頭公園、アニメでは、 府中駅周辺の公園などで週末に活動していることになっている。私立基星子学園本校中等部芸能科のアイドル部のメンバーで結成された有名アイドルグループ。2016年9月25日のイベントでキャスト発表された。前回のプリズムステージ優勝者で今年からサンゴが加わりトリオとなって3連覇を目指す。プリズムステージ。 東京予選の決勝でキラリと対戦する。原作小説およびゲーム中では、カタカナで、ステラ・マリスと表記されているが、テレビアニメ中および実際の CD 発売時には、ステラ・マリスという表記になっている。名前の由来は、ステラ・マリスから。なお、リ・ステージ・プリズム・ステップのメインストーリーにおいて、グループ名は1年前にメンバーだった水篠館が、 提案したことになっている。アニメでは、本校は、初台駅周辺にある設定。リ・ステージ、プリズムステップより登場。私立基星子学園本校中等部芸能科のアイドル部のメンバーで結成された、アイドルグループ。中学校で3人が揃う前から、トロワアンジュとして活動していた記載がある。プリズムステージは1校1グループしか出場できないが、本校では、 様々な大会を制することを目的として、複数のグループを結成しているため、キラリとは別の大会で戦うことになる。ゲーム中では、カタカナでトロワンジュと表記されているが、実際の CD 発売時にはトラウセンジズという表記になっているが入るが、ジャスラックにはトラウセンジズで登録されている。名前の由来はフランス語で三定士。リ・ステージ。 プリズムステップより登場。愛知県の中学の4人組アイドルグループで、中部地方のプリズムステージ予選会でその名をとどろかせた。全員がリーダーを名乗っている。ゲーム中では、カタカナでテトラルキアと表記されているが、実際の CD 発売時にはテトラーキアという表記になっている。名前の由来はテトラルキアと詩人から。なお、リ・ステージ。 プリズムステップのメインストーリーにおいてグループ名はアイドル部のコモンが提案したことになっている。シングルアルバムにはフルコーラスで収録。一部シングルにはインストルメントバージョンがあったりミニドラマなどが追加されているケースもある。ゲーム収録はフルコーラスのロングバージョンはなくショートサイズにカットされている。ゲーム収録曲状態は2020年10月現在のもの。 なお、過去2回桜色マイチャイムマイナス君に送るエンジェルイルドリーミースタと夏の約束エンドレスサマーホームワークという組み合わせでネット投票によりフルバージョンの制作を決めるイベントがあったため上記5曲のうち3曲はフルバージョンが存在せずゲームにも登場しないアニメで放送され特典として封入されたものも参考程度に掲載するレーベルはポニーキャニオン 詳細はリ・ステージのディスコグラフィのシングルを参照。レーベルはポニーキャニオン。詳細はリ・ステージのディスコグラフィを参照。2017年11月よりメインユニットキラリのファーストアルバムキラリズムがカラオケジョイサウンドにて配信開始されている。2019年7月23日から8月22日までプリズムライブ。 セカンドステージ、レディー・フォー・ドリームのダイジェスト映像と、ジョイ・サウンド限定コメント映像が見る箱で配信された。ビコー・リ・ステージ、プリズム・ステップは、ホタルビが開発、運営している、スマートフォン向けに配信されている音楽ゲームアプリ。ジャンルは、音楽ゲームに、パズルの要素を追加した新ジャンル、思考型リズムアクションとしている。通称は、リ・ステップ。 当初、アンドロイド版と iOS 版は同時にリリース予定だったが、アンドロイド版は2017年7月31日、iOS 版は同年8月5日にリリースされた。2019年にリ・ステージ・ドリーム・デイズが放送された際には、アニメに関連したキラリの限定キャラクターの他ソロのキャラソングを期間限定でプレイ可能にするなどのキャンペーンを行った。 ストーリーはフルボイス進行する。ストーリー機能の一つであるメインストーリーでは原作2巻終了後から始まっており、一部の内容は原作3巻と連動している。メインストーリーを開放することでゲーム内のプレイ可能な楽曲が開放される仕組み。また、リ・ステージでは原作1巻から2巻までを読むことができる。 この他に特定のキャラクターを解放した時に読むことができるキャラストーリー、イベント参加で読むことができるイベントストーリーが存在する。一般的な音楽ゲームと同様でデフォルメされた 2D のアイドルキャラクターを背景にゲームをプレイすることができる。自分で用意するユニット6人とフレンドから1人の計7人のキャラクターを用いてライブが進行する。特筆すべき点は ノーツとキャラクターにそれぞれ着色されており、その色を合わせタップなどするゲームとなっている点。色を合わせる行為がパズルで思考型リズムアクションと言われるゆえんである。プレイすることができる楽曲はすでにシングルアルバム化されているリ・ステージの楽曲。ただしすべてショートバージョンのみでフルコーラスのロングバージョンは存在していない。またシングル化に追随するように、 ゲーム側にも曲が追加されている。利用できる楽曲は楽曲一覧を参照。曲の難易度は Easy、Normal ーー、Hard、Expert の他に楽曲 LV が星の数で表示されている。すべての難易度を最初から利用することは不可能で順番に各難易度をクリアする必要がある。また、すべての難易度が各楽曲で実装されているわけではない。配信当初は スタミナ性であったが、アップデートにより廃止された。2020年にはアニメもしくはライブの実写映像が流れるメガボルトモードが実装された。支払いシステムアイテム課金型。内部通貨である、ジュエルは購入したり、ログインの他課題をクリアするなどしたりすることで入手できる。ただし、購入のみで入手できる、優勝ジュエルとそれ以外で入手できる、無償ジュエルが存在している。 ガチャ、ジュエルを消費することでゲーム内で使用できるキャラクターやアクセサリーを手に入れることができる。ただしチケット枠とフレンドポイントを利用する無料枠も存在しており、それぞれゲーム内で条件を満たせば利用することができる。フレンドユーザーが他のユーザーをフォローしたり逆にフォローされたりすることができる。フォローした状態のユーザーはライブの フレンド枠を選択する際に優先的に表示される。譜面メーカーユーザーが譜面を作成して、共有したり、プレイしたりできるようにする仕組み。作成された譜面は、楽曲、譜面固有の ID、ユーザー ID などから検索することができる。公開できる譜面は50曲。公開する際にはアイテムを使用する必要がある。また、ポイントランキング中は、この機能を利用することができない。 リ・ステージ・プリズム・ステップテレビ CM スペシャルバージョンこの CM ではカフェらしき場所でタンバリンを用いた芸を行う音像ゲームを行う女性とその友達と思われる女性男女の組が登場する女性がキラリの楽曲ハッピータイフーンをリ・ステップでプレイしながら友達と思われる女性に話しかけられゲームの紹介を行うところ始まるしかし そのセリフに感情等がこもっておらずそれ以降の会話は続かない。その会話の最中もゴンゾウはハッピータイフーンに合わせてタンバリンを演奏し続ける。その後のカメラワークは女性の組とゴンゾウを映す引き、ゲームの手元をアップ、ゴンゾウにアップを繰り返し、ゲームの説明はセリフではなく下部の字幕で行われる。終始、難解な空間でゲームをプレイする女性と、 演奏するコンゾーがいる CM である。YouTube で公開されているバージョンは2分間でスペシャルとなっている。地上波で放送された約40秒バージョンでは、プロデューサーの椿本康夫らしき人物が後ろ姿で映るシーンが冒頭に追加されている。いずれも、楽曲のプレイはキャンペーン期間中のみだが、獲得したキャラクターの使用を及び、 解放したストーリーの閲覧はその後も可能。生放送とウェブラジオの2形態で行っている。2015年11月からニコニコ生放送で定期的に生放送を実施。2017年11月以降は YouTube ライブに活動を移して継続中。2019年6月以降は LINE ライブでも放送開始。ラジオに関しては音トでも配信。 おおよそ1年周期でタイトル名を変更し、新番組として再スタートする。キラリの牧きのあまね、鬼頭あかり、田沢ますみ、空みゆき、立花夢、岩橋由かから毎回3人が選抜メンバーとしてパーソナリティを務めた。リ・ステージ。二個性の練習のタイトル名で、2015年11月11日から2016年10月12日まで。 ニコニコ生放送にて配信された。毎月コンプティークの発売の翌水曜日に配信された。リ・ステージ。ラジオの練習のタイトル名で、上記の番組の2週間後の水曜日に、オ泉にて2015年11月25日から2016年9月28日まで配信された。ラジオの第1回第6回を収録したラジオ CD の販売も行われた。 キラリから毎回3人がセンバズメンバーとしてパーソナリティを務めた。リ・ステージ。キラリン2個制のタイトル名で2016年11月16日から2017年10月11日までニコニコ生放送にて配信された。リ・ステージ。キラリンラジオのタイトル名でニコニコ生放送にて 上記の番組の2週間後の水曜日に2016年11月30日から2017年10月25日まで配信され、音ンでは翌週水曜日に配信された。キラリから毎回3人がセンバズメンバーとしてパーソナリティを務めた。リ・ステージ・ CH ・リメンバーズ・ TV のタイトル名で、2017年11月16日から2018年10月11日まで。 YouTube ライブにて配信された。リ・ステージ・ CH ・リメンバーズ・ラジオのタイトル名で、上記の番組の2週間後の水曜日に2017年11月29日から2018年10月24日まで、YouTube ライブにて配信され、音船では翌週水曜日に配信された。リ・ステージ・パーティー・サイドは、リ・ステージ・ CH ・リメンバーズの 後継番組である。今シリーズでは、キラリからだけではなく、リ・ステージの全ユニットから3人が、買い替わりのパーソナリティを務めた。リ・ステージ・パーティー TV サイドのタイトル名で、2018年11月14日から2019年4月14日まで、YouTube ライブにて配信された。全6回。リ・ステージ・パーティーラジオサイドのタイトル名で、 上記の番組の2週間後の水曜日に2018年11月28日から2019年4月21日まで YouTube ライブにて配信された。音線では翌週水曜日に配信された。全6回。放送時間テレビ、ラジオともに月1で放送する。パーソナリティパーソナリティは、リ・ステージの全ユニットから3人が、替えごとに選抜された。リ・ ステージ、ドリームデイズ、生放送、キラリは、リ、ステージ、パーティー、サイドの、後継番組である。全番組とは異なり、ラインライブでの放送も開始されている。キラリから毎回3人が選抜メンバーとして、パーソナリティを務めた。今までは、第1回から始まっていたが、この番組に関しては例からカウントされている。それに伴い、 このセクションの最中に用いる第回は例オリジンである。また、2019年12月2日放送のテレビ版の第7回をもってテレビ版が通算50回目を迎えた。同様1 2月19日のラジオ版をもって生放送番組が合算100回目を迎えた。リ・ステージ・ドリームデズ・生放送・キラリ TV のタイトル名で、 2019年5月12日から2019年12月2日まで YouTube ライブと LINE ライブにて配信された。全8回。リ・ステージ・ドリーム・デイズ・生放送・キラリ・ラジオのタイトル名で YouTube ライブにて2019年5月26日から2019年12月19日まで配信されていた。音線では翌週水曜日に配信された。全8回。 放送時間テレビ、ラジオともに月1回の放送。パーソナリティスペーシャル会を除き、キラリから毎回3人が選抜メンバーとしてパーソナリティを務める。コーナー、リ・ステージ。チェーン・オブは、リ・ステージ。ドリーム・デイズ、生放送、キラリの後継番組である。2020年4月から行われる予定であったワンマンライブに合わせてリニューアルされた。 配信16では、リ・ステージの各ユニットが月替わりでパーソナリティを務めたが、キラリー以外がメインキャストを務めるのは初めての試みであった。タイトルのチェーンは、つなげるを意識して付けられた。チェーンオブラジオは6で終了し、チェーンオブ TV7 以降はユニットに関係なく3人ずつ出演した。ラジオ番組はそれまで四年以上ほぼ毎月配信されており、 配信されなくなってから期間が空くのは初めてである。チェーンオブ TV のタイトル名で、2020年1月8日から2021年6月17日まで、YouTube ライブと LINE ライブにて配信された。全16回。チェーンオブラジオのタイトル名で、2019年5月26日から2020年8月19日まで、YouTube ライブとおっと、ットイズ泉にて配信された。 音声では翌週水曜日に配信された。全6回。放送時間テレビ、ラジオともに月1で放送された。パーソナリティが月ごとに変わる各ユニットから、それぞれ2から4人がセンバズメンバーとして、パーソナリティを務めた。コーナー2019年7月より9月まで、リ・ステージ・ドリームデイズのタイトルで、東京 MX 他にて放送された。通称は、 リステディ D ストーリーは原作の1巻から2巻までをもとに構成されているリステージプリズムステップに関するカテゴリリステージドリームデイズに関するカテゴリリステージドリームデイズ生放送キラリ TV に関するカテゴリリステージドリームデイズ生放送キラリラジオに関するカテゴリキラリに関するカテゴリ ありがとうございます。